皆さんご機嫌いかがですか。いぎみ商店が運営する時計修理工具収納のお店ゆーマルシェです。今回はスタッフ出演でお送りしたいと思います。たまです。普段はウェブを担当しています。よろしくお願いします。出荷担当のまゆです。よろしくお願いします。今回はゆーマルシェのワインディングマシン売上ランキング9月までの直近3ヶ月での人気商品をご紹介します。それでは早速いきましょう。まずは10位から6位の発表です。10位にランクインしたいぎみオリジナルコーヒーウォッチワインダーチャコールグレーは発売2ヶ月でトップ10入りしました。今後もランクインが期待されますね。それではベスト5の発表です。第5位はいぎみオリジナル一本巻きワインダー茶木目です。かなりコンパクトな作りですよね。すごい可愛いですよね。小ぶりな感じが木目調だからインテリアとかと合わせやすいですよね。部屋のどこに置いても馴染みますよね。あとゆーマルシェのウォッチボックスと同じような見た目だから並べて使ったりとか。確かにそれはいいですね。ベルベットの色も近いしすごいこう置いててナチュラルでいい感じですよね。難しい。第4位はいぎみオリジナルカーボン柄ウォッチワインダーのグレーです。全体的にツヤツヤしてて、うん、カーボン柄が結構目を引く感じ。そうですね。スタイリッシュだけど派手じゃないのでかっこいいインテリアとかステンレスラックみたいなインテリアになりますね。あ、中のベルベットもグレーだから少し明るめの印象があって、うん、そうですね。暗くなりすぎなくていいですよね。今日のすごいシーズン。そうね。なった顔が滑れちゃってるね。これたまちゃんの手作り。あ、そうです。私が作りました。私が生み出した子です。よろしくお願いします。可愛がってください。第3位は日本巻きワインダー合皮黒、こちらです。日本巻きだと、うん、複数持ってる人とか毎日変えたい人とかって結構使いやすい。そうですね。ご夫婦でペアウォッチとか回してても素敵ですよね。ペアウォッチとかいいかも、うんうんうん、なんか夫婦の記念日とか、うん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 、一緒に ね並べてたらなんか幸せそうな家庭って感じ、うん、幸せそうな幸せであって。第2位はいぎみオリジナル合皮ウォッチワインダーブラックです。こちらです。赤のステッチが可愛い。わかる。さっきのは黄色いステッチだったけどこっちは赤のステッチなんでちょっとこう個性的な感じ出ますよね。でも全体的には真っ黒だから、うんうん、他のものと合わせて置いてるけど、うんうん、そんなに違和感はないし。そうですね。このワンポイントのステッチっていうところがいいですよね。こう R がついてるのでちょっと可愛い印象もありますよね、うん、意外と大きさ的には大きいから、うんうん、さっき紹介した木目調のものよりも一回りぐらい大きい感じですね。だから大きい時計も入るし、うんうん、使い勝手いいですね、うん、では続いて1位の発表の前におすすめ商品を紹介したいと思います。今回は何ですか。オービタスパルタボールド青です。オービタのスパルタシリーズの最安モデル。昨日はそのままにポップなデザインで人気です。他にも赤や白、緑、あと黒もあるんですよね。一番の特徴がこの振り子の動きじゃないですか。そうですね。腕の振りと同じような感じで、うんうん、これがオービタだけの特許の動きなんですよね。続いてはこちらテンパス4です。販売3ヶ月でじわじわと人気を伸ばしています。4本巻きでありながらコスパがいいってかなり評判ですよね。結構お安く買えますよね。4本巻きにしては4本巻きとか3本巻きって結構大型で、うんうん、結構高いじゃないですか。ちょっと手が出ないなって思ってても、うんうん、これぐらいだったら、うんうんうん、あれ買えちゃうみたいな。そうですね。し
かもこれって一個一個それぞれ違う動きができるので時計に合ったプログラムを組めるっていうのがいいですよね。ここがこういうアタッチメント式になっているので時計の着脱もすごく楽だし、ベルトの腕周りの大きさも結構幅広く対応できるんですよね。そして最後はこちら、オービターバンティ6です。かなり高級感のあるワインダーですね。コンパクトでありながらこう重量感もあって大人の余裕を感じますよね。外側も木目調でかなりシックな作りですよね。そうですね。そして一番がこの6本巻きです。迫力ありますよね。全部がオビタのスパルタ1と一緒で振り子の動きをしてるんですよね。時計に優しい動きなんですよね。そしてこれ鍵もついてるから時計の収納としても使えますね、あと引き出し、上下に引き出しがついてるので例えば革ベルトの時計の収納もここにできるし、それ以外の細かいアクセサリー類の収納などもここに入れていただくことができるんですよ、時計のギャランティーカードとか入れてもいいですね。いいかもしれない。関数忘れちゃいますもんね。そうですね。それではランキングに戻りましょう。堂々の第1位はカーボン柄ワインダーテンパスです。このテンパスはすっごい人気じゃないですか。検品が追いつかないぐらい売れてますよね。そうですね。何よりこのテンパスの特徴がこのコンパクトさ、角が取れてるからよりこう横幅もスリムな感じで、そうですね。同じようなカーボン柄のこのワインダーと並べてもらってもかなり小さいのが分かるかなと思うんですけど、そして機能も4パターンの回転パターンがあって選べるっていうのがいいですよね。そうですよね、そしてこのワインダーの特徴が蓋を開けると開けたところでストッパーがかかるんですよ、これ便利ですね。閉めるとまた動くんですけど、すごい。ただねこれねコンパクトなだけあって、大きい時計があんまりおすすめじゃないです。なるほどね。カーブがね蓋とケースが当たっちゃうので、42ミリぐらいが最大ですかね。大きい時計だったら今までご紹介したワインダーの方がおすすめです。そうですね、体型の時計だとこういう余裕があるものも、そうですね。そしてこのテンパス2019年楽天年間ランキングを受賞してるんです。すごーい。売れてるのは形、性能だけじゃなくてダントツでお安い、なんで入門編に持ってこいですね。そうですね、一台試しに買ってみたいなぐらいの感じでも手が届きやすいワインダーかと思います、そうですね。今回は9月までの直近3ヶ月の売上ランキングをお送りしました。気になる商品はありましたか？お店は概要欄から飛びますのでぜひ遊びに来てください。今回の出演はウェブ担当のタマと出荷担当のマヤでした。ありがとうございました。これなんだ。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。